こちらの枝からぶら下がっているエンドウ豆みたいなもの、何の実だと思いますか？私はこれが何なのか知らず、この土地の方に聞きましたら、びっくりしました。なんと、藤の実ということでした。この実、生で食べると良くないみたいです。また、秋から冬にかけて実が弾けるそうです。植物も意識してないと存在すらわからないものですね。それでは、藤の実の紹介を終わります。YouTuber 神風大和チャンネル。